大学入試黒手間入試、本日は室町幕府の貿易関係3つです。まず最初に、勘合貿易の開始から中止があって、そして再開、それまでの関係している三将軍、を覚えていただく頃です。頃です。満開模試で乗り始める。満開模試で乗り始める。意味はですね、満点回答、満開、満点回答の模試、模試でですね、満点回答したと。それでですね、ようやく受験勉強がにですね、自分が乗り始めた。まあ、満点取ればそうなると思いますが、満開模試で乗り始める。吉光の満、開始の回、満開、吉持の模、中止の試、模試、それから吉典の乗りで乗り、始める、乗り始めるというところです。満開もして乗り始める。勘合貿易はですね、吉光が開始し、吉持が中止し、屈辱的だということで中止し、吉典が再開したというわけです。2番目、勘合貿易、忍法の乱と大内の派遣です。勘合貿易ははじめ幕府が中心的に貿易をやっていましたが、次第次第に、委託するようになり、戦国期に入る頃には、大内氏と細川氏の争いになりました。で、細川氏と堺、それから大内氏と博多というですね、組み分けですけれども、この頃では片方の勝った側しかですね、扱っていません。それで十分だと思っています。では黒です。忍法で測ったような大内刈り、忍法で測ったような大内刈り、忍法で測ったような見事な大内刈りで、柔道の大内刈りの技で勝利したという号です。忍法、忍法ですね、忍法で測ったような大内刈りというふうに対応しています。忍法で測ったような大内刈り、片方であるということで、まあ、大内刈りというと何か、大内がやられた、ね、大内が刈られたようにも見えますが、ですね、そういう誤解をしないようにちゃんと覚えてますね。博多庶民と大内がのペアが勝利したというですね、忍法の乱。忍法の乱はですね、であるですね。では次、朝鮮との貿易、通信風貿易ですね、三項を覚えることです。これはまあ簡単なので語呂にするまでもないと思いますが、一応作りました。増えない三項、増えない三項、富山の富、縁故の絵、内事故の内、そして三項ということで、三項が増えない、まあ、ダイエットをしているんでしょうが、なかなか三項の、ね、回数が増えないというね、嘆き力です。朝鮮貿易は通信風による勘合貿易です。朝鮮側によるですね、日本人特権を縮小したことに対して反発した、日本人のいたですね、建物が和漢ですけど、和漢の日本人が1510年ですね、同じく三保の名前で言います三保の乱で反乱を起こしたということで、まあ、そのことも合わせて覚えておくと良いと思います。以上です。